ルアペフさんは、ニュージーランドの北島、トンガリロ国立公園の中心となる火山である。タウポコ南岸から約4 0トル南西にある。三つの峰があり、その一つのタフランギ法が北島の最高峰である。首都ウェリントンから北へ約2 0 0トル。ルアペフとは、マオリ族の言葉で、音のする穴、爆発する穴などの意味がある。ルアペフさんは、 1861年以降1997年までに11回噴火している。最も大きな被害を出した災害は1953年のものである。1945年の噴火によって火口湖が崩壊し、その後が火災物によって咳止められた。ここに溜まった水が再び火口湖を形成し、噴火から8年後の1953年12月24日。 この加工湖が決壊した。土石流がファンガイフ川を流れ降り、単疑ワインの鉄道橋を損傷。警告が間に合わず、通りかかった列車とともに崩落した。乗員乗客285名中151名が死亡。現在、加工湖は、ローズによって監視されている。昨今では、2006年10月に火山活動。2007年3月18日に、 ラハールが発生。2007年9月25日の噴火により3人が負傷している。ありがとうございます。